で、今日はですね、血圧、血糖値、コレステロールが気になる方にということで医療講演をしていくんですけども、私は肝がん検診団といって肝臓がんの検診をしている、肝臓の専門医なんですね。で、苫小牧地区でも年に1回肝がん検診というのをしています。今年は11月に予定しているんですけども、同心の方にチラシ挟んだのを見た方います？ありがとうございます。同心の告知記事見た方になりますかね。そんな形で募集していますので、11月にですね、肝臓のチェックしたい方、ぜひね、かかってもらいたいなとも思うんですけども、肝がん検診、肝臓がんにならないためにいろんな人に情報を提供したいということで、こういうふうにして回っていますので、今日の話もですね、ニコタマ療法っていうのを軸にして、卵を食べながら肝臓にいいこと、体にいいことしていきましょうみたいな話をしていきますので、ぜひね、40分ちょっとですけども、聞いていってください。で、私、立てるとね、背高く首つかれるって言われるんで、座って話をさせてください。で、今日の話ですけども、まずですね、私のやってる肝臓専門医の仕事について、紹介したいと思います。肝臓病に生じる様々な病態に対応するのが肝臓専門医の仕事で、慢性肝炎、肝硬変、食道異常脈瘤、肝臓がん、こういったものが主な肝臓病の、ね、病態として、調べています。食道と胃の静脈瘤というのはなんとなく肝臓と関係なさそうに思われるんですけど、肝臓が硬くなってくると、肝臓に行くはずの血の巡りがですね、食道だとか胃に静脈瘤を作って出血してしまって命に関わるという病態が出てくるので、肝臓の専門医は内視鏡も上手な先生方が多いんですね。だから胃がんチェック、食道がんのチェックもですね、合わせてやっているというそんな専門医になります。もちろん肝臓に伴っていろんな合併症が出てきますので、血圧や糖尿病、そういった病気もですね、一緒に見ることができる医者が専門医になっているということで理解していただければと思います。私が働いているクリニックは、札幌の市立病院の線路側の、総園のところにあるビルの中で開業しています。で、そこではですね、B 型肝炎の訴訟の書類作りなんかも苦手な先生方がいれば、担当している患者さんに、ね、来てもらって作ったりもしてますので、 B 型肝炎訴訟で悩まれている方なんかもですね、相談しに来ていっているそんなクリニックです。で、肝がん検診についてはですね、現在全道各地回っています。この青い印の地区をですね、現在は回っています。以前は赤丸の地区も回ってたんですけどもね、実際にこう仕事との時間の作り方によって、今はこの地区を回っています。だいたい月に1回土日を使ってね、回ってますし、こういうふうに休みとか時間が取れた時には医療講演なんかもして、肝臓がんにならないように生活習慣を身につけてほしいということでね、活動を続けています。で、今年はですね、札幌の7月が終わりまして、9月は斜里と上川に行ってきます。で、苫小牧についてはこの次は11月の12日の土曜日予定してますので、10月に入ったら予約開始しますのでね、ぜひこの電話番号覚えておいてもらって電話をかけてもらえれば。で、同心の方の告知にもですね、載せてもらうようにお願いしていく予定なので、年に1回肝臓の専門医の、ね、診察を受けながら、血液データや血行検査をしながらね、チェックしてもらえるという機会として活用していただければと思います。で、肝炎ウイルス検診、これもですね、実は重要な検査です。 B 型肝炎、C 型肝炎にかかっているかかかっていないかっていうのを調べていただくと、 B 型肝炎、C 型肝炎の治療をしっかりして治してしまえば肝臓がんの8割が今いなくなると言われています。日本ではですね、 B 型肝炎、C 型肝炎による肝臓がんが8割を占めているので、肝がんといえばどちらかの肝炎にかかっている人がほとんどなんですね。なので、肝炎ウイルスにかかったかどうか記憶にない方はね、一度はこの検査を受けるようにしてくださいということが、全国的にもですね、呼びかけられている状態なんです。で、今日の話の中身はですね、健康になるためにはどうしたらいいのかから始まって、ニコタマ療法の話、あと肝臓の専門医をぜひ利用してくださいということを話していきたいと思います。で、まずはじめにですね、健康で幸せに過ごすにはどうしたらいいのかなということを今一度考えてみてくださいって言ってます。健康になるためには、まずできるだけなりたい姿を思うことが大事で、病気や悩みのことばかり考えていてもあまりいいことはありません。健康な姿、やりたいことをしている姿を思うっていうのが、免疫力、治癒力を上げる上で大事なんですよということが分かってきています。そして気持ちの持ち方も大事で、素直な心で、いつも笑顔で、ありがたい、ありがとう、いつも感謝を心に思って過ごすってことをしていると、免疫力、治癒力って上がりやすいんですよってことが分かってきてますね。今日来ている方々はもう実践されている方も多いかと思います。
そして病気のこと勉強するのも大事ですよって言うんですけども、悪くなるとどうなるのかなっていうことばっかりがね、ついつい調べがちになってしまうので、悪くなることばっかり調べるなら勉強はやめてくださいって言ってます。どんなに悪くなっても良くなる人がいる、良くなる治療もあるんだってことを知るためにね、勉強はしてくださいって言ってます。そして辛くなってくると、どうしても不満や愚痴、悪口なんかが頭に浮かんできやすくなります。でもこういうことを続けると、さらに体の調子、気持ちの状態、人間関係も悪くしちゃうので、無理やりでもいいからね、いい方向に考えましょうなんて言ったりもするんですけどね、なかなかこう調子悪い時にね、そんなの無理だわってやっぱ先生言われちゃうんでね。なので、まあ、少しでもね、気持ちを切り替える方法っていうのはね、いろいろ試してみてほしいと思うんですけども、私たちの脳科学の分野では、誰かや何かに対して不満や愚痴を言っても全部自分に言ってるって受け取る、そういったね、癖があることが分かってきてます。だからどんなに嫌な人に出会ってもね、なんて素敵な人なんだろうって思うことが自分の脳にとってはね、すごくいいことなんですね。ですからそういったところを心がけて過ごしてほしいっていうことを言ってます。私も肝臓がんや肝硬変の患者さんたくさん見てきたので、いやもうこんな治療するの嫌だなと思ったことが何度もあったんですけども、まあ、気持ちを切り替える方法として今より楽しいことを思い出すっていうことをやっています。まあ、実際にあったことのように思うことが大事で、嫌なことを考えていてもためになんかなりませんよ。健康でいるためにもいつも理想的なことを思いましょうってことにつながっていくんですが、まあ、実際私がその時ね、何を考えているかって言いますと、まあ、見てる時体がでかいですね。体がでかいと大体食べるのが大好きで、私食べるのね、回転寿司が大好きで、回転寿司の中でもね、しめそば大好きなもんですから、しめそば食べる姿を思い出してね、ニコニコできて、まあ、よだれも一緒に出てきますけども、まあ、楽しい気持ちになれるというね、そういうのやってます。まあ、患者さんあたりは何がいいかなってやった時にね、60代70代の方が多かったので、お孫さんのことを思い出してみてって言うとね、大抵の方はニコニコするね。いや、孫ってすごいなと思うんですけど、ここで大事なのはね、めんこいお孫さんを思い出すことでね、めんこくなくなったお孫さんをこの際きっぱり忘れましょうって言うんですけど、それも無理だわって言われるんで、まあ、趣味だったり旅行だったりカラオケだったりね、自分で楽しいなって思えることを思い出して気持ちを切り替えるようにしてくださいっていう話をしています。そして理想的なこと、望ましいことを思うというのも実はコツがあって、できるだけプラスの内容で考えてほしいんですね。私たちの脳科学の話から来るんですけども、病気にならないようにとか、怪我をしないようにとか、事故に遭わないようになんて思うと、脳の方では素直にですね、病気になりたい、怪我をしたい、事故に遭いたいって思っちゃうんです。なので健康でいたい、元気でいたいって思うことの方がよっぽど大事なんですよってことでね、心がけてほしいね。まあ、今だとコロナにかかりたくないとかね、風邪ひきたくないなんて思ってると、脳の方ではね、あ、コロナにかかりたいんだねみたいに受け取ってしまいますから、そうじゃなくて元気でピンピンしていたいって思うことが脳的にもね、大事なんですよってことなんです。そして日本人、今3分の1はがんになるって言われてるもんですから、がんになりたくない、がんになりたくないってこう思ってね、生活してる人も多いんですけども、そうすると脳では素直にがんになりたいのねって受け取ってしまいますから、それじゃ全く逆効果になりますからね、健康な体でいたい、健康な肝臓でいたいって思ってくれる方ががんにもなりづらいですよっていうことを覚えておいてほしいと思うんです。あと患者さんにはですね、何歳くらいまで行きたいですかとか、どうしたいですかなんてことを聞いたりもします。まあ、私自身は100歳ぐらいまでは生きてたいななんて思ってるので、患者さんに対してもね、100歳目指しましょうって話をよくします。でもね、こんな病気があって先生本当に100歳まで生きられると思ってるのってやっぱり聞かれちゃうもんね。そしたら私も正直にね、分かりませんって答えるんですけど、ただね、可能だと思わない限りは可能にならないし、不可能を可能にしてきてる人世の中にたくさんいるんだから、諦める必要ないんですよって話をしています。まあ、実際ね、医学の世界では治らなかったのが治るようになった話っていっぱいあってね、インフルエンザの飲み薬なんていうのは私が学生の時には、ね、絶対できないとまで言われてたね。でも今普通にありますよね。肝臓がんなんかもお腹を切ってがん取り出さなきゃ治せないよって言ってたのが、針で刺して焼くだとか、飲み薬でがんが消えるようなってことも出てきてるね。だから長生きしたらしただけもっともっと元気になるチャンス出てくるから、頑張っていきましょうよって話をねするんですけども、そうするとね、患者さんからね、いや年金出ないかもしれないしね、消費税も上がるから先生やっぱり長生きしてもいいことないよって話されるんだけど、それはね、社会も含めてね、みんなでいい世の中になると思ってやっていきましょうよって話をねしたりしています。あと患者さんにお勧めしている本があるんですけども、ポジティブの教科書っていう本があります。これ武田双雲さんっていう書道家の方がね書いてる本なんですけども、まあ、幸せになる3つの基本として、幸せを与えること、幸せであることに気づくこと、幸せな言葉を発して幸せな態度を取るようにしていると、いろいろいいこと起きてきますよってことがね、手を変え品を変え本の中で紹介されてるんです。
で、その中の最初の方に恩返しスタイルっていうのと感謝メガネというね取り組みが載っているんですね。感謝する気持ちをしっかり持っているといろんなことがね感謝できるようになってきていいことが寄ってきますよっていうことなんですけども、まあ、この本ですね中古で新品で買うと1000円以上する本なんですけど中古で買ってきたのでお釣りがないので1000円で売ってますけどねこれトイレに置いといて、一踏ん張りで一見開き読めるぐらいのそんな簡単な内容なのでトイレに置いて読んでおくと私ももう 4,5 回読んでますけども大変そうだったなって気づかされる内容が書いてありますのでぜひ帰りに見ていってくれたらと思います。あともう一つおすすめしている本なんですけどこの本ちょっと古くてですねもう書店にほとんど売ってないんですね。3日食べなきゃ7割治るっていう本なんですけどこれ今日お配りした資料の中にスライドを載せています。でその中では少なく食べること笑うこと感謝すること呼吸を長くすること筋肉を鍛えることそれが長生きのコツになっていきますよということがね書かれてるんですね。で最近はここ何年かはねコロナの自粛でみんなお家で過ごすことが多くなっちゃって筋肉を使わないでね筋肉が落ちてしまっている方が増えているんですけど実は筋トレっていうのはですね何かこう負荷をかけることじゃなくて普通に手をギューッと合わせたり手を握ったり開いたりこういう簡単な運動でも筋肉を維持することになります。手を握ったり開いたりするのはですね実は血圧を下げる働きもあるなんてことが注目されていますのでね腹筋に力入れたり足に力入れたりってねテレビ見ながらコマーシャルの間でもできるそういった筋肉を使い方をねしていただけると自粛の間でもね筋肉は維持されますのでねぜひ心がけてほしいと思うんです。でこんな話ばっかりしてるとね本当に肝臓の先生なんですかって聞かれちゃうんで、まあ、肝臓の話するんですけども、まあ、肝臓を元気にするとですね世界が救えるなって今ね思っています。まあ、肝臓という臓器を元気にしようと思うとね実は全身を元気にすることにつながってしまうので、まあ、そう言ってるんですけども、まあ、今はコロナウイルスにも勝てるようなねそんな肝臓を作れるようにと思ってね話をしています。で肝臓の病気を分類するとですね生活習慣が原因のものとそうでないものという分け方がね大きくあります。で生活習慣が原因であるものについてはアルコール性や脂肪肝がよく言われるんですけども、生活習慣病以外はですね B 型 C 型のウイルス性肝炎が日本人とにかく多かったので、まあ、これについてはですね、まあ、治療法がすごく進歩してきています。で脂肪肝について原因が何かって言われれば食べ過ぎ、運動不足、肥満やアルコールということになってくるんですけども、まあ、これね、現代人に当てはまらない人ってほとんどいないんじゃないかなということなんで誰がなってもおかしくないんでしょうというようなところになります。で、昔はですね、脂肪肝、まあ、なってもがんになることないから大丈夫大丈夫ってね、肝臓の専門医言ってたんですけどもこれはですね、ナッシュっていう脂肪肝炎っていう病態が分かってきてほっといたらやばいぞって話になってきたね。これ1980年にアメリカの先生が報告した病気なんですけども当時の日本にはあんまりいなくて2000年ぐらいになってからね日本人にもだんだん出てきたもんですからあらこれほっといたらまずいわということでね脂肪肝対策必要だぞと肝硬変や肝がんになる人が脂肪肝の中にいるぞということでね今は無学会でこの話かなり研究が進んできています。で B 型肝炎 C 型肝炎が治った後もこの脂肪肝炎合わせて起こしちゃうとさらに癌ができやすくなってしまいますのでここもねしっかり気をつけなければいけないんですよっていう話をするようになってきました。でウイルス性肝炎については、まあ、B 型 C 型がとにかく日本人に多いので肝炎ウイルス検査ねしっかり受けてくださいということにつながっています。あともう一つですねサルコペニアという病態も最近注目されてきています。これは骨格筋が減少すると寿命が縮むよっていう話なんですね。まあ、肝臓の病気があると筋肉が減るっていうのもあって、まあ、筋肉が減るから肝臓の病気が悪くなるっていうのもまたどっちもどっちっていうところあるんですけども糖尿病であっても高血圧であっても筋肉の量が減ってくると天寿を全うできなくなっちゃうよっていうことが言われるようになってきました。でアジアの基準として日本人の、ね、基準になってるんですけども握力でその筋肉量を測るやり方なんでね男性であれば26キロ、女性であれば18キロの握力があると天寿マットできるよって話になるんですけど、まあ、握力計ないようちたくさんありますのでどうやって測るかっていうとですね、ペットボトルのキャップを開けるのに使う握力、空いてないのを開けるのが26キロぐらいで、空いてるのを開けるのが18キロぐらいということなんで、ペットボトルの、ね、瓶を開けれるようであれば大丈夫だぞということでね、調べるきっかけにしてほしいと思います。で肝臓がん、なんで起きるのかって話に入っていくんですけども、まあ、肝臓がんはですね、肝炎が持続することで発生すると言われています。慢性肝炎、肝硬変へと進行していく中で、癌細胞ができてくるよということなんですけども、この肝炎、肝がんの原因になっているものが何なのかってやると、先ほどから言っている B 型、C 型の肝炎が8割以上を占めています。
これ日本の、ね、肝臓がんの原因です。でその他の部分も今増えてきているのでちょっとまずいとちことにはなってますけども、この B 型 C 型の部分しっかり治療してがんができなくなると8割方のがんがいなくなるんですね。だから国民のたくさんの命を奪ってたところが今どん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 ね治ってきて減ってきています。でこの B 型 C 型の肝炎の原因は何かっていうと、予防接種や輸血、注射器の消毒が不十分、あと薬害、こういった、医療に関わるところが、ね、半分以上占めると言われているんです。なので日本の B 型肝炎、C 型肝炎は国が対策をちゃんと取れなかったために広がったものということでは、国が責任を持って治療しましょうというふうになっている病気でもあるので、しっかりと病気を見つけて国にしっかり治してもらいましょうということが今盛んに言われているんですね。この肝炎対策基本法も患者さん方が一生懸命署名活動して国会議員に作ってもらった法律なんです。なので肝炎ウイルス検査、 B 型や C 型の肝炎ウイルス検査はですね、自治体によっては無料で受けられますのでね、ぜひ受けて調べておいてほしいと思うんです。で一方でですね、肝炎の治療も進歩してきています。 B 型肝炎についてはですね、なってしまうともう治らないよって言われてたのが、今はお薬を飲んだりすることでウイルスが血中から消えて S 抗原も陰性化して治ったのと同じ状態になる方が出てきました。で治ったのと同じ状態を何年も続けていくと、今度本当に治る人まで出てきていて、 B 型肝炎もね、治る人がいる時代になってきたんですね。ですから早いうちに見つけて肝炎を治療した方がいいという状態であれば、しっかり治療していくと安心ですよということなんです。あと C 型肝炎はもっと進歩していて、飲み薬で B 型のウイルスが、ね、99.9% 消える時代になっています。2ヶ月から3ヶ月薬飲むことで消えちゃうんでね。昔はインターフェロンっていうすごい辛い治療をしなきゃいけなかった注射の治療があったんですけども、今は飲み薬だけでね、ちょっと痒いかなぐらいで済む方がほとんどで、もう仕事しながら生活しながらねできる治療に変わってきてますので、 B 型も C 型も早く見つけるほどラッキーだよっていうことに、ね、なってきてるんです。で一方で、肝臓がんの原因としては脂肪肝も原因になるよということで、この脂肪肝炎が起きてくると肝硬変や肝がんになってくる、これが問題だということになってきているんです。で脂肪肝を分類するやり方には何個かあるんですけども、このスライドではね、アルコールを飲む方と飲まない方の分類の仕方が書いてあります。でこの中でもナッシュというところはですね、脂肪肝炎を起こしている状態ということで肝硬変や肝がんになっていく人たちが、ね、出てくるんですね。で肝臓の細胞を取ってきて組織を調べると、脂肪肝というのはですね、右側のように丸いところがたくさん出てきます。これは中性脂肪っていうね、油が細胞の中に溜まっている状態、この状態を見ただけでもね、細胞が減っている感じでね、働き悪くなりそうなもんなんですけども、さらにこれに炎症が加わるとね、もっと細胞が壊れてしまって働きが落ちるので大変良くない状態になっていくっていうことなんですね。で脂肪肝を簡単に調べる方法としては、エコーの検査をして肝臓と腎臓の場所で、ね、肝臓が白っぽくなってきたら脂肪肝という診断の仕方、あと血液検査では ALT であれば男性が25、女性が17、だいたい20を超え始めると脂肪肝の危険があるよということが、ね、言えるようになってきています。でこの血液検査のデータは普通であれば正常という範囲に入るんですね。だから検診とかで肝臓大丈夫だよって言われてる人の中にも脂肪肝の方がたくさん混じってるよってことが分かってきてるので、普通の検診だけじゃなくて肝臓をチェックするっていうことでね、受ける検診っていうのが大事になってきます。で治療していくと、治ってくる方がもちろんいます。でこれは左側下のところ、肝臓が白っぽかったのが右側のようにどんどん黒っぽくなってきてね、治ってる状態なんですけども、この人はねすごい若くてですね、半年で良くなったっていうね、すごい早く良くなった方です。だいたいこんな 何ヶ月で良くなる方あまりいなくて何年かかかるんですけども、この人はですね、数字が AST が72あったのが14ぐらいまでね、もう15以下になってますので、非常にいい経過でね良くなっています。で脂肪肝を、ね、分析していくと7割の人に肥満があると言われています。太っていると、ね、脂肪肝になるというのはなんとなく分かりやすいかと思うんですけども、でも、ね、これ逆に言うとですね、3割は肥満がいないんですよということなんです。脂肪肝であっても太ってない人がいるんだということ、これが日本の脂肪肝の大変な問題でね、糖尿病もですね、痩せているのに糖尿病になってしまうというのが日本人の特徴なんですね。それだけいろんなものを溜め込む力があるせいで病気が起こってしまうということ、食糧難の時にはすごいいい民族なんですけども、たくさん食べれる時にはすごくね悲惨な状態になってしまうということで、太ってない人に脂肪肝がいるということが非常に問題なんです。
で実際に今コロナとかでね、どんどんあの自粛が始まっちゃったので、みんなお家で食べることばっかりになっちゃってね、脂肪肝の方の比率がすごい増えてきています。うちのクリニックもですね、2018年頃は6割前後だったのが、今は8割を超えるような感じで脂肪肝の人たちが増えてきています。なので肝臓の病気で見つかると大抵脂肪肝という状態に今なっちゃってますから、しっかりね、食事療法とかでこの状態にならないように頑張っていただく必要があるんですね。で、この非アルコール性の脂肪肝はほっとくとどうなるかっていうと、肝硬変や肝癌になりますよと。大体引き続きには年間1000人に1人ぐらいが肝臓癌になるよってまでね、言われるようになってきました。1000人に1人肝癌になるってのは結構な比率なので、これはなんとか予防しなきゃならないだろうということで、軽い脂肪肝の時期にしっかり対策を取りましょうということが呼びかけられているんです。一方で脂肪肝にはいろんな病気が合併してくることも分かってきています。これは肥満の、ね、ガイドラインに載っているところですけれども、糖尿病だとかコレステロール、血圧、痛風だとか尿酸値、心臓だとか脳の病気、こういったものがですね、いろいろ出てくるよということなんです。でさらにですね、びっくりしたのが全身のがんをリスクを高めてしまうよということも分かってきました。肝臓がんができるだけならね、肝臓の病気だからね、当たり前かなって感じするんですけども、どこのがんであっても脂肪肝があると増えてしまいますよってことが今分かってきたんです。つまり肝臓というのはね、免疫のバランスをとっていて、がん細胞をね、出てきてはやっつけるっていう、そういう仕組みをね、動かしてくれた臓器なのが、自分を治すのに精一杯になっちゃうと、そんなところまで手が回らないので、がん細胞があちこち残っちゃってね、そこからがんが発生するよっていう、そんな理屈なんです。なので脂肪肝の状態の方はいろんながんができやすくなってしまいますので、脂肪肝をしっかり良くして肝臓の元気をね、取り戻す必要があるんだよっていうことなんです。で、ここからですね、血圧、血糖値、コレステロールが気になる方にニコタマ療法の話ってことで進めていきたいんですけども、ワクチン打った後の体調不良の方にもですね、免疫のバランスとって回復に向かえるってことも分かってきてますので、ぜひ試してほしいと思います。で、このニコタマ療法についてはですね、いろんな健康雑誌で取り上げていただくことができました。安心さんだとか、若ささんだとか、健康だとか、あと女性自身だとか、で先日はですね、この楽に下がる本というやつでね、これも取り上げてもらって、今まだこの本は売られているかなとは思うんですけども、こんな風にしてね、いろんな食事療法の中に紹介してもらって、実践して良くなっている方がいるっていうね、そんな食事療法です。で、このニコタマ療法自体はですね、実は私が痩せたくてね、いろいろ試行錯誤している中から出来上がってきたものなんですね。で、栄養指導で痩せる人と痩せない人っていうのはね、自分は痩せない人だってね、なんていうかって、だって続けられないんですよ。我慢することが多すぎます。できる患者さんは偉いなと本気で思います。なので栄養指導して痩せてもらうのはね、諦めていました。とは言ってもね、医者なので一度や二度はね、熱心に勧めるんですけども、患者さんもね、診察室で聞いてね、わかりましたってね、元気よく診察室出てたらね、今度看護師さんと言ってね、先生には言われたくないよねとかね、先生もできるようになったら教えてねなんてことが言われるようになっちゃって、私も切なくなってね、自分ができる方法が見つかったらみんなに勧めようと思っていろいろやってたんです。そしたら体重が減り始めて、このやり方はもっと体にいい方法としてね、紹介する先生いるんじゃないかなと思って調べたらですね、この原始人食、パレオダイエットっていうのがね、非常にやり方としていい食材を体に取り込んでいこうというやり方で紹介していたので、この方法をちょっとやってみました。で、この顔写真はですね、8キロ痩せてる時のものなんですけど、あんまりよくわからないって言われて、これがですね、23キロ痩せてる時の写真、今の状態なんですけども、こんな風に食事療法を頑張っていくとですね、体重も減ってきてですね、で私いろんな血液データで、ね、病気あったんですね。脂肪肝もあったし、コレステロールも高かったし、尿酸値も高かったね。でこれ食事療法頑張ってたらね、すっかり黒くなって、ね、正常値になったんですね。あら、食事療法って頑張ると薬いらなくなるんだなってことでね、ちょっとびっくりしたんですけども、でもね、一方でね、あら、薬が売れなくなるとまずいなっていうね、ちょっとよぎったんですけども、良くなってね、検査で通ってくれる人が増えれば、なんとかなるかなと思って、今は薬なるべく使わないでね、食事療法で良くなる方法ってことで紹介をするようにしています。で、この食事療法、実は簡単なんですって書いたんですけど、魚と肉と野菜と果物を食べるってことを中心にやる中でできてきたもの。で、そうすると自然と体重が減ってくるよ。逆に言うとね、ご飯とパンと麺食べなくていいんですよっていうことになるんですけど、ご飯とパンと麺食べなくていいってやると脳の方ではね、ご飯とパンと麺食べましょうに変わっちゃいますから、そうじゃなくて魚や肉や野菜や果物を食べるようにしたらいいなっていうふうに思ってほしいんです。
でもっとねしっかりと簡単にするためにこのニコ玉療法っていうねあの表現にしたんですけども、これはですね卵2個とご飯やパンと麺と引き換えて食べるっていうやり方なんです。1日3回食べてる方であればどっか1回ご飯パン麺食べてるところを卵2個に置き換えておかずそのままでいいですから、その状態だけでもね実は肝臓が元気になってますね。で、体重うまくいくとね1日3回のうち卵を主食にするだけでね1週間や2週間で体重が1キロ減るなんて人も出てきていますので、まあ、それを回数増やすとより減りやすくもなります。で痩せるとですね筋肉が落ちやすくなるっていうのもねちょっと気になるんですけども、実は卵を食べると筋肉を増やす食材なので筋肉を維持しながら痩せることができるっていうのもねこの卵の特徴なんです。で一方で絶対に食べないようにしてほしいっていうものもありまして、まあ、人工甘味料をたくさん使っているような大量生産されているようなものはなるべく控えるようにしてください。手作りだとかいい食材を取るようにしてくださいっていうのがね言われるんですけども、まあ、最近はですね人工甘味料を使ってカロリーオフだとか低カロリーの食材が増えてきています。なので人工甘味料自体もね添加物なので肝臓には負担かけてしまいますから、低カロリーだとか食べるんであればちゃんとね砂糖だとか糖分取った方が糖分取って調理しているものの方が体にはいいので、そこだけはですね気をつけるようにしてください。あといろんな嗜好品ありますね。緑茶だとかコーヒーのことをちょっとこのスライドでは載せたんですけども、これはですね緑茶であれば腸内細菌を整えますよっていう話、コーヒーであれば脂肪肝を良くしますよっていう話が載っています。なので、まあ、体にいいからね、緑茶取ったらいいんだな、コーヒー取ったらいいんだなと思うのはいいんですけど、こういうので気をつけてほしいのはね、自分が好きなものが効果があるならいいんだけど、嫌いなものは効果があるから無理して食べようとか思ってやるのは逆な方法になっちゃいますから、自分の好きなものに効果があるものっていうのを一生懸命調べるようにしてください。で今日の、ね、スライド、資料の中にもありますけども、これおすすめの食材のまとめっていうところを作っています。でこれは原始人食パレオダイエットの本の中で崎谷先生が紹介しているものを切り貼りしてきたものなんですけども、青い字で書いてあるやつは、本の中ではですね逆の話をしてたっていうところがあったので、まあ、患者さんに配るときはここ直して配ってねということでこういうふうにしています。でこの中で、ね、注目しておいてほしいのは、右下の方にあるね不飽和脂肪酸は控えめにって書いてあるところ、これ実はですねオリーブだとかエゴマだとか魚の油を取りましょうっていうのが実はこの不飽和脂肪酸に当たります。なので、まあ、体にいいからってね取るのはいいんですけども、取りすぎると油ってねなんかいろんな話が出てきちゃうので、調味料だとか普通におかずとして食べるぐらいの量でね体にいいからコップ一杯飲むだとかそういう取り方は絶対しないようにしてくださいということで強調しています。で卵がおすすめって話をですね繰り返しするんですけども、まあ、卵ってですね実はこれ進めるとですねびっくりされることがあります。コレステロール上がるよねとかね、動脈硬化進みますよねって言われるよね。私も医者になった当時はですねコレステロール下げるのに卵食べちゃダメだよって習ったのでずっとそうやって言ってたんだけど、2015年から実は食べれる量でねコレステロールの制限するのはあまり意味ないよってことが分かってきたんですね。なので、アメリカでも日本でも卵を制限するってことはしなくていいよってことに今なってます。ただまだね知らない先生や栄養士さんもいますので卵食べちゃダメだよって言われることもあるんですけども、まあ、そういう時はね知らないんだなって許してあげてほしいね。で体質的に上がる人がいます。これ遺伝性のものもあるんですけども、まあ、そういった方は何食べても上がっちゃうのでそういう人は気をつけてほしいんですね。でがんや認知症の予防、骨や血管の若返りにもね卵って効果的ですよっていろんなことが分かってきています。そして、まあ、栄養素としてもね非常に豊富で、ビタミン C と食物繊維は入ってないので野菜と一緒に摂る必要はありますけども、だいたい2個摂るとですね1日に必要な栄養素の4分の1が摂れると言われています。なので、まあ、8個食べればかなり足りるよって話なんですけど、卵8個食べたらですねほとんど他のもの食べれなくなりますから、そこまで増やす必要なくて野菜と一緒にバランスよく摂ってほしいと思いますね。で最近コロナの話が出てきてビタミン D が、ね、注目されてきたのでビタミン D のところを印つけてますけども、卵にもですねビタミン D たくさん含まれています。でビタミン D の取り方としてはですね、まあ、鮭やサンマにもたくさん入ってるしってことになるし、まあ、卵だとね8個ぐらい食べると1日のビタミン D 足りるらしいんですけども、まあ、さっきも言ったように8個食べたら他のもの食べれなくなるんで他のものもねちゃんと食べて、で日光浴をすることもビタミン D をね作って体で増やすことにつながりますのでね、そういったところも意識して過ごしていただければと思います。であとさらに強調してるんですけども、卵はコレステロールを調節するという働きも持っていることが分かってきました。これはですね、オレイン酸っていうのが豊富だということが一方であるんですけども、オレイン酸ってね、聞いたことあると思うんですね。オリーブ油に多いから、オリーブ油いいよっていう話するんだけど、実は卵にもたくさん含まれています。でも卵にオレイン酸たくさんあるよって話聞くことまずないじゃないですか。卵って、ね、安いから、ね、誰も宣伝してくれないんですね。
なので養鶏家の方は一生懸命調べてね、やっとこういうデータが出てくるようになったというものなので、まず卵はねいいことがたくさんあります。さらに、卵にはですねミリシチン酸という油がほとんどないので、コレステロールを上げることもほとんどないことが分かっているんです。ですから動物性の油を取る中では卵の油というのはね非常にコレステロール的にもいいんだなということが分かってきているんです。でさらにレシチンという物質もあって、これは細胞の、ね、膜をしなやかにするということで血管を柔らかくして高血圧の対策にもつながることが言われてきています。あと脳の伝達物質のアセチルコリンというのを作る原料にもなるので、実は脳にもいいことあるんじゃないのということも、ね、言われてきてですね。なのでこのニコタマ療法、ご飯やパンと麺の代わりに卵2個っていうのを、ね、1日1回か2回するだけで卵をたくさん取って体にいいことがいろいろ起きてきますよということで、ね、覚えてほしいと思います。まあ、いろんな雑誌でね取り上げてくれているのでね、まあ、そういったのを参考にしながら、まあ、帰りそこの本で覗いててね、写真撮っててもいいですから、買わなくてもいいのでぜひ見ていってほしいと思います。で最近出たのはねこのコレステロールが下がる本、これはまだちょっと本屋さんにあるかもしれません。あとお腹が空いた時に食べる食材としていろいろ勧めてるんですけども、なめたけ納豆というのがね私好きでねよく勧めています。これは納豆3パックとなめたけ 50g ぐらいだとねご飯にかけなくても納豆だけで美味しく食べれる、そんな塩分量なので、まあ、こういった調理法で工夫したりしてほしいですね。ただ3パック食べれませんって言われたので、まあ、人によっては2パックで1パックで自分の量に合わせてやってほしいと思いますし、あとは最近はですねこのね、煮卵の真空パック版ですね、こんなのも出てきてますので、まあ、卵をですねいつでもこうおやつ代わりに食べたいなという時にはこんなのも常備しておくといろいろね卵を取る工夫になるかなと思います。でこの食事療法を続けていくと食べる量が減ってきます。私今1日1食なんですね。もともと3食だったんですけども、だんだんこれやっていくうちにね、あら朝抜いても大丈夫、昼抜いても大丈夫ってことで1日1食夕方だけ食べるだけでねもう全然体楽ちんになってきて、週末家族と3食食べたらね体重増えるようになってきちゃってね、どんだけ今まで自分食べ過ぎてたんだろうなっていうのをすごく実感してますけども、最初から3食1食にはなりませんので、ちょっとずつ減らしていってね減っても大丈夫だなっていう実感をしながらやってほしいと思います。あとさっきも言ったように食べた方がいいものを思うようにしてください。これ食べちゃダメってやると脳の方でねそれ食べましょうに変わっちゃいますから、ご飯とパンと麺じゃなくて、卵2個と野菜を食べようだとかね、そんな風に思っていただけるといいと思います。あとコツとしてはですね、守るのは8割にして、あとの2割は好きなものを食べていいんだって気持ちで臨んでください。平日頑張って週末はご褒美だってごちそうで食べるようにするってやると、平日頑張った分ね、もちろん週末で戻るかもしれませんけども、だんだんやっていくうちにどん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 好きなものを食べるところでも守れる食材で食べれるようになってきたりしますので、だんだんとやりづらくなります。これも最初から 100% やろうとするとね、もうすぐダメになっちゃう人も多くって、もう破ってもいいところを作っていくっていうのもコツの一つなんでね、覚えておいてほしいと思います。でこのニコタマ療法、原始人食ですね、目的としては、まあ、痩せることが目的ではなくて、腸腸の働きや免疫力のバランスを取るようにして、いろんな病気の予防につながるだろうということが期待されています。なので、皆さんにもですね、ぜひその一つとして、試みてほしいなと思うんです。で、強調しておきますけどね、外食だとかではですね、緩めるときに当てて、しっかりと楽しく食事をするようにしてください。まあね、外食行ってね、メニュー見てね、あカロリー高いなとかね、塩分高いななんてやってるとね、楽しくなくなっちゃいますから、みんなと楽しむときはちゃんと楽しんで、その前後でしっかり頑張ればね、つじつま合う体になりますので、ぜひそんな風に心がけてほしいと思います。で、もう一つですね、これ脂肪肝が良くなった人のスライドですけども、この方はですね、AST、ALT が140とかね、すごい高かったですね。で、やっていくと体重は減らなかったんだけども、血液データがどんどん良くなってくる。これは病院でね、血液検査することで体重減ってないけどちゃんと効果が出てるよってことが確認できるのでね、頑張りましょうっていうことでね、頑張りが続いた人なんですね。で最終的には体重も減って血液データも30前後まで下がってね、本当に元気な肝臓になってくれたんですけども、まあ、こんな風に、自分で食事療法するだけじゃなくてね、血液データと並行して、きちんとね医療機関を利用するっていうこともきちんとした治療につながるので、ぜひ試してほしいと思います。で、まあ、最終的にはですね、いろんな方法を試してほしいと思います。この原始人食、パレオダイエットもですね、私、ニコタマ療法の、ね、基本としてやってますけども、玄米だとか菜食だとか、いろいろ体にやり方ってありますので、自分でやってみて調子が良くなるものであれば、いろんなやり方取り込んでいってね、自分なりの方法を作っていってほしいと思います。
まあ、最終的には目指してくださいということで、ね、私は25キロぐらいまで痩せたんですけど、まだまだ太ってるんで、まだ痩せなきゃならないんですよね。まあ、こんな形で食事療法を頑張ることで良くなってくる方がいますので、試してみてほしいと思います。でこの本もですね、原始人食ダイエット、これも古い本なんで、もう書店で売ってないので、一応お釣りがないので税込み1000円では売ってますけども、良ければ見ていってください。で今日お配りした資料の中にこの野菜スープの話があります。でこの野菜スープはですね、東京の高橋先生という先生が出した本なんですけども、これどこのスーパーでも手に入る野菜で、美味しい野菜スープを作って、それが体にいいものということで、ね、やってたんですね。キャベツと玉ねぎと人参とかぼちゃを作るとすごく美味しくて甘いスープができます。まあ、野菜の好き嫌いがあれば足したり引いたりしてもらえばいいんですけど、味付けなるべくしないで薄味になれてほしいということで高橋先生言ってるんですけども、味付けしないと食べれない人もいるんで、味付けしてももちろん構いません。そうやって野菜をたくさん摂ることでね、体にいいことが起きてくるってことを期待してほしいと思いますしあとアーシングの、ね、資料もつけておきました。でこのアーシングっていうのはですね、静電気を体から逃がして体の電気状態をバランスよく保つと体調が良くなるよということが、ね、知られています。これ電子を、ね、大地からもらうっていう言い方もするんですけども、湿った砂浜を30分ぐらい洗うとね、調子良くなるよって話するんですけども、北海道の冬に湿った砂浜歩いたら死にそうになりますからね。そうじゃなくて簡単にやろうと思ったら、洗濯機だとか電子レンジのアースのところ触ってもらえれば静電気逃げていきますので、もっとね効率的にこういうマットだとかを使って静電気逃がすようにすれば、テレビ見ながらだとか布団で寝ながらだとかっていうのもできますので、そういった工夫してやっていくとですね、電気状態が保たれるようになると、よく眠れるようになったりだとか、痛みが和らいだり、肩こりだとか腰痛が楽になったりする方もいるそうなんです。でこれみんながみんなそうなるということではないんですけども、そんなにお金かけずに試せることなんでね、やってみるといいですよということで紹介しています。で治療中の方、血液サラサラの薬を飲んでいる方はですね、薬の効き目が良くなりすぎる場合もあるらしいので、そういった時は主治医と相談しながら検討チャレンジしてみてほしいと思います。でネットとかで調べるとですね、結構ぼったくってる業者が多いので、このリラクリフェさんというところは比較的材料費プラスアルファぐらいのね、いい値段で売ってくれてますので、そういったところも見てぜひ検討してみてほしいと思います。でダーッとね、いろんな話させてもらいました。健康になるためになりたい姿、理想的なことを思いましょう、楽しいことを思いましょうということで、ね、先に話をさせていただきました。で、ニコ玉療法、卵2個と主食を交換する、それを1日1回、2回するだけで、血圧や血糖やコレステロール、そういったのが改善する方がいますので、ぜひ試してみてほしいと思います。で、そういったデータが良くなる経過を肝臓専門医だとか医療機関を使ってしっかり調べていくと、もっともっと理想的な形でね、実現しますので、ぜひ試してみてください。で、それでは歌を聴いてくださいということで、ね、歌の時間に入るんですけども、私、歌を作ってまして、これですね、まずは一歩という曲なんですけども、今日はですね、卵を2個、まずは食べてみましょうよという気持ちでね、聴いてもらえればなと思いますので、ぜひ聴いてみてください。まずは一歩踏み出してみる。
無理やり聞かせた後はみんなに歌ってもらうということなんですけども、この青い山脈ですね、よく患者さん方と歌うので、まあ、今日これ歌って、気分晴れやかに書いてほしいなと思うんですけどね、今日来てる方若い方多いので知らないかもしれませんけども、歌える方ぜひね一緒に歌ってください。それでは皆さんお疲れ様でした。気をつけて帰ってください。